ニエルドットコムです。今日はですね、以前ちょっと動画でプレパレーションのやり方、ジェルネイルをつける前の段階ですね、やり方とかをね動画にしてくださいっていうことだったんで、今日はちょっとその動画をやっていきたいと思います。一番最初にね見ていただいたこちらの黒いチップ、こちらね黒いカラージェルが今塗ってあります。黒の方がね多分見えやすいかなと思って、今回黒のカラーを塗ってみました。いつもね下に敷いてる紙が黒なんですけど、それをねちょっとキッチンペーパーに変えて白いベースでやれば多分黒の方が見えやすいと思うので、ちょっとね今日はねこちらをやっていきたいと思います。はい、それではですね今日も、2カメ体制で行っていきたいと思います。ではですね、まずこちら、今黒いジェルが塗ってあるんですけれども、こちらですね、普通のナチュラルネイルがベースになっていると思ってください。ちょっとね分かりやすいように黒いジェルを塗ってあります。でまずは、爪の先端部分の形なんですけれども、通常はねエメリーボードで行うんですけど、今回はねこちらのファイルを使って行っていきます。これもねなんか一定方向にこう動かしてこう動かしてこう動かしてとかあるんですけど、セルフさんだったら私はそんなに気にしなくていいのかなと思っております。ジェルネイルやってない爪っていうのはもう完全に地爪の状態だと衝撃を受けやすいっていうのがあるので、ファイルは一定方向に動かした方がいいです。でも、ここをやってここをやってとか、その順番ですね、そういうのはもう適当でいいのかなって。もうこうやってカーブをつけて、まあ、先端の長さあんまり落としたくないのであれば、もう脇からこんな感じでカーブをつけてあげて、こんな感じで終わりにしてしまっても大丈夫です。で、爪の裏側から見た時に残っている先端のバリですね、これはね必ず取るようにしてください。これがねなんかねこう見た目だとあんまり乗ってないように見えても、これジェルつけた時にこの先端のねこれ取り忘れてると、ここギザギザになってチクチクして、結局最後ね仕上げた後に削らなきゃいけなくなってしまうこともあったりとかするので、必ずここは取るようにしてください。次に使用するのがこの以前購入したなんとかプッシャーですね。根元のケアとかをするときに使うプッシャーになってます。こちらを使って根元のケアをしていくんですけど、もう分かりやすくいくのであれば、もうサイドからここをこういう感じでくる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 っとちょっと回しながら押し上げていくイメージで、ここの部分ですね。でこのサイドの部分なんですけど、サイドの部分はこの横の横爪とかがあったりとか、ここ貼り付きやすかったりとかするので、まあ、そういう場合はこんな感じでちょっとね根元の皮膚に沿う感じで回しながらやってあげてください。
で今も説明しながらちょこっと簡単にやらせていただいたんですけれども、わかりますかね。こんな感じでね、傷がついていっております。でこれなんですけど、意外とダスト落としてみると、あ、ここ削れてなかったなとかっていうのが分かりやすいと思うので、必ずね、あのダストはちょこちょこ落としながら行う方がいいと思います。ちょっとね、全体的にこれでまず根元の処理ですね、甘皮の処理をしていきます。こんな感じでね、爪の、甘皮周りの処理が終わりました。確かにこの甘皮を簡単にこうね、くるくるってやりながら削れていくっていうのはすごくいい商品だと思うんですけど、もちろん削れるので爪も削れます。なのでやりすぎには注意をして行うようにしてください。最悪ね、こういう上の方に残ってる甘皮とかに関しては、あの表面最後にファイルかけるときに落とすことができるので、あの別にそこまでね意識してあのプッシャーのやつで落とさなくても大丈夫だと思います。ではですね、次は爪の表面を削っていく作業になるんですけれども、私が普段使用しているファイル、こちらブレストの180グリッドとミトスの100-180グリッド、裏面と表面でグリッド数が変わっているタイプのスポンジファイルというものになっております。他にもですね、こちらのネイルでダンスさんが出している150グリッドやネイルパートナーさんが出している80グリッドのファイル、このファイルでだいたい爪の表面って削っていくものなんですけれども、爪の表面の傷のつけ具合、多分わからないセルフネイラーさんすごい多いのではないでしょうか。爪の表面を削るのではなく、爪の表面のツヤを消すイメージでやるのが本当はベストらしいです。ただ使っているベースジェルによってはがっつり傷をつけてくださいなどというあのものもあるとは思うので、一概に全てのベースジェルがそうとは言えないんですけれども、基本的にベースジェルをつける前のファイリングというのは爪の表面に残っているツヤを消す程度で大体のベースジェルがつくことができます。ただですね、爪が薄くなってしまっていたりですとか、そういった場合にはもちろん粗めのファイルを使用してきちんと傷を入れてあげる、その傷にベースジェルが入るように、塗ってあげるっていうのがベストだったりはするんですけれども、基本的な部分で言うならばツヤを消せば OK です。なのでですね、こちらの80グリッドのファイルは必ず使わないでください。これかなり削れるので、ネイルのオフとかをするときには80グリッドで全然削ってっていいんですけれども、地爪を削るには80グリッドは荒すぎます。こちらの80グリッドと150グリッドは、今回ですねプレパレーションには使用しないです。こちらの2本を基本的には使わせていただいてるんですけれども、使い分け、どうやって使い分けてるのかっていう部分ですね、きちんと傷をつけたい場合には私はこちらの、ファイルですね、180グリッドのファイルを使用しています。表面のツヤを消す程度で密着をできるような健康的な爪の状態の方の場合はミトスのこちらの100-180グリッドのスポンジファイルで行わせていただいてます。ではですね、今日は、もうネイルチップの方にはジェルが乗っかっている状態ですので、どのくらいこのファイルで違いが出るのかっていう部分をですね皆様に、見せていきたいと思います。はい、ではね戻ってまいりました。こちらのハンド君ですね、こちらの180グリッドのプレストのファイルの方でまず傷をつけていきたいと思います。こんな感じでね、傷をかなり多めにつけることができました。見ていただければわかるように、もう見るからに傷がついてるっていう感じになってますね。ちょっとねここね削ったら欠けちゃいました、ジェルが。でもこんな感じに、ファイルを使うと削ることができます。次は、スポンジファイルの方の180グリッド、同じグリッド数です。同じグリッド数のもので削っていきたいと思います。はい、こんな感じになりました。表面に傷っていう傷はあんまりできなくって、こうマットな感じでですね、さっき、ファイルを使ってつけた傷も結構消えてしまうようなマットな感じに仕上がりました。基本的にはですね、このぐらいで大丈夫です。
ただ、傷をつけなきゃいけない方に関してはファイル180グリッド程度のものを使用してください。多分ね、220とか240グリッドでも大丈夫だと思うんですけれども、180グリッドのスポンジファイルかファイルを使って、お客様の爪にしろ自分の爪にしろですね、表面を削るようにしております。はい、ではですね、まず今削り終わることができました。これでプレパレーションの方は完成です。で、次は塗っていく時になるんですけれども、ここの端っこが、硬化した後にうにょにょってなっちゃう方とかっていうのは、ここの端っこの削りが足りなかったりとか、ベースジェルの量がここの端っこまできちんと行き届いてない方っていうのがなりやすいので、必ずですね、ここの端っこも必ずこうきちんと削れているかを確認して、自分がもしそのうにょにょってここら辺の端っこがね、綺麗にこうまっすぐにジェルが乗らない方いらっしゃったらですね、こちらの端っこぜひ見直してみてください。自分でね、塗る時なんかもね、ちょっと気をつけて塗るようにしてもらえればと思います。はい、いかがだったでしょうか。本日ね、ご紹介したプレパレーションのやり方なんですけれども、多分本当に基本的な部分になってくるかと思います。見ててね、そんなことぐらいわかるよって思う方ももちろんいらっしゃったとは思うんですけれども、今回そういったお話を視聴者さんからいただけたので、私はちょっとやってみたいなと思ってやってみました。はい、では本日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ネイルドットコムでした。